ジャック・ブルニョンと、1929年、原田武一、布井亮介と佐藤。1932年、シドニー佐藤二郎1月5日から1934年4月5日は、日本の男子テニス選手。1930年代前半に、グランドスラムシングルスベスト4、ウィンブルドン選手権ダブルス準優勝、全豪オープン混合ンダブルス準優勝など、 国際的に活躍し、1933年に世界ランキング3位となった。グランドスラムシングルスベスト4進出5回は、現在も日本人歴代最多記録。現在日本人男子シングルス最後の全豪、全仏、全英ベスト4進出者である。現役中に26歳で自殺した。1908年1月5日。 群馬県北群馬郡長尾村の豪農に生まれる。旧姓渋川中学校入学後、1926年4月、早稲田大学4日に進学。早稲田大学在学中に日本ランキング1位となる。1933年、早稲田大学政治経済学部経済学科中退。1930年の全日本テニス選手権でシングルス優勝。1931年から、 デビスカップの日本代表となる。同年の全仏選手権で初の四大,大大会準決勝に進出し、世界ランキング9位に入る。この大会では、当時の男子テニス界でダブルスの第一人者だったジョン・バンリンを準々決勝で破った。1932年、ウィンブルドン選手権大会の準々決勝で前年、優勝者のシドニーウッドを破った。続く、 準決勝で敗れた相手はイギリスのバニー・オースチンであった。この年は年末の全豪選手権でもシングルスでハリー・ホップマンとの準決勝まで進み、混合ダブルスではメリル・オハラウッドとのペアで準優勝を記録した。1933年は佐藤にとって最高成績の年となり、全仏選手権とウィンブルドン選手権の2大会連続でベスト4に進出し、 とりわけ全仏選手権の準々決勝では、イギリスの英雄フレッド・ペリーを破っている。ペリーは今日でも、イギリスのテニスの神様として称えられるほどの名選手であり、そのペリーを破ったことで、佐藤の世界的な評価は、さらに高まった。ウィンブルドンのダブルスでは、布井良介とペアを組んで決勝に進み、フランスのジャンボ・ロドラジャック・ブルニョン組から第1セットを奪った。 この年はデビスカップの対オーストラリア戦で当時の世界ランキング1位であったジャック・クロフォードを破ったが佐藤はシングルス第2試合で当時17歳のビビアン・マグラスに敗れてしまい佐藤自身は日本チームが2勝3敗で敗退したことに深い精神的ショックを受けた一方全米選手権には1932年と1933年の2度出場しているが この大会では4回戦で終わっている。当時の男子テニス世界ランキングは、イギリスのデイリーテレグラフ紙の評論家であったウォリス・マイヤーズが選定しており、現在のようなポイント制とは大きく異なっていたが、1933年度で1位、ジャック・クルフォード、2位、フレッド・ペリー、佐藤は彼らに続く第3位にランクされた。また、佐藤などの活躍を受けて、 日本でも1933年10月にテニスファンという月間雑誌が創刊された。ところが1933年10月後半から佐藤の健康状態に異変が見え始める。彼は海外遠征に出始めた頃から慢性の胃腸炎に悩まされてきた。しかし彼は日本のエースとしての責任感が強く無理を押して試合出場を続行した。 日本定休協会で主導権争いをしていた、早稲田派幹部からのプレッシャーも大きく、当時、デビスカップ選手派遣基金を募集するに、佐藤は必要不可欠な存在であり、どうしても礼拝出場を辞退することができない背景もあった。1934年2月、佐藤はテニスファン記者の岡田さないとの婚約を発表した。この年の3月20日、 デビスカップの日本チームの首相として、箱根丸でヨーロッパ遠征に出発するが、その途上にあった4月5日に、マラッカ海峡にて、闘神自殺を図った。26歳没。箱根丸の佐藤の選出には、シンガポールに着く前日に書かれた用紙3枚の遺書が残されていた。日本テニス協会の前身である、当時の日本低級協会の堀田正擦会長に当てた内容で、 久保慶之助が作成したと見られる資料の中から2016年に発見。慢性の胃腸病を患い、集中できず国の期待に応えることができない、精神的苦痛をとてもテニスができませんと明かし、日本代表を引率した自身を、この集大差なんと日本帝国に対して誤ってよいかわかりません。その罪、死以上だと思いますと責め、私は死以上のことはできません。 生前お世話様になった同胞閣僚に礼を述べ、卑怯の罪を許されんことをこう。では、さよならと結んでいる。ペリーやクロフォードなど、当時の男子テニス界の頂点にあった選手たちと互角に戦ってきた佐藤の突然の死は、世界のテニスファンにも大きな衝撃を与えた。フランスでは、秘宝を聞いた婚約者で、女子テニス選手の岡田さないの写真とともに、 新聞の第一面で報じられ、ニューヨークタイムズ氏も佐藤の競技写真付きで有名なスター選手の自殺と報じた。5月6日、早稲田大学のテニスコートで日本定休協会主催の慰霊祭が開かれた。佐藤はテニスについて、定休は人を生かす戦争だという持論を語っていた。オーストラリアのテニスジャーナリスト、ブルース・マシューズは、次書ゲームセット、絵ン オーストラリアテニス選手権の歴史の20ページで当時の観客は生死をかけた戦いを見ていることに気づかなかった。探り得ない佐藤の心は天皇と日本国民を失望させる耐え難い屈辱とみなしたと述べている。佐藤の母校の群馬県立渋川高等学校には佐藤の共像が混流されている。また佐藤の故郷である渋川市では佐藤の異様を記念し、 渋川市総合公園定球場にて、毎年9月に、佐藤二郎杯ソフトテニス大会が開催されている。四大大会での四強入り5回と四、大大会シングルス32勝は、日本テニス史上の最多記録であり、日本人男子の四大大会シングルスにおける、ベスト4自体も1933年ウィンブルドンでの、佐藤以来長らくと抱いたままだったが、 2014年8月28日、全米オープンで西堀利が3回戦に進出し、佐藤が持っていた4大大会シングルス32勝の記録を塗り替える33勝目を挙げ、9月3日には同大会で準決勝及び、佐藤以来81年ぶりとなる4強進出を果たし、さらに決勝戦に進出して、日本人、テニス選手初となる4大大会準優勝を果たした。 佐藤は粘り強いフットワークを最大の持ち味とし、フランス人選手、アンリ・コシェのプレイスタイルからも大きな影響を受けた。佐藤のそのプレイの詳細は、モーリス・ブレディ編のローンテニス百科事典に詳しいが、本書の118から119ページによれば、佐藤はフォアハンドストロークを早いタイミングで打ち、両足でジャンプすることもあったという。また鋭いボレーを、 ベースラインから打つこともあり、攻撃のタイミングを見計らう試合合者でもあった。イカツイ用紙から、世界のライバル選手たちには、ブルドッグ佐藤と呼ばれていた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。